せーの、 D4DJ 生放送中シャープ6。はい、皆さんこんにちは。ハッピーアラウンド渡月玲役の志崎香音です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。ピーキーピーキー清水空役の倉地玲央です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。マーメイド松山ダリア役の根岸愛です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は本日23時から放送されるテレビアニメ D4DJ ファーストミックスにつなぐ事前番組です。地上波では第6話が放送されますが、その前にリグラーの皆さんが第6話をもっともっと楽しめるようアニメの魅力をお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お二人は生放送中に初めての試合。そうですね、そうなんですよ。どうでしょう、お気持ちのほどは。めちゃめちゃ嬉しいですよ。見る側だったんでね。そうちゃんとこの前の再放送からいつもこう釘付けで見て、ずっとツイートしてたんで、ちょっと今回はツイートに参加できないのが悔しい。そうだ、そっか。皆さんもいっぱいツイートしてくださいね。よろしくお願いします。私たちの代わりに。そうです、よろしくお願いします。ガンガンお願いします。はい、はい、レオちゃんはなんか今そうな、この3人でやるのって、ね、すごい珍しい組み合わせじゃないですか。確かに珍しいですよね。最初のあの2人にあったあのキャラクターたちの並びもめちゃくちゃ珍しくないですか。確かに異色感半端ないですよ。半端ない。ダリアちゃんなんか季節感が駆け離れすぎてていやいや大丈夫ですよ。同じ空間にいるのかなっていう気分に。いや面白いですね。面白い。え、なんか本当に私レオちゃんとはすごい話したこととか、まあね、あるじゃないですか。私、ネギさん、今日ちゃんとこうやって話すのって私もなんですよ。そうなんだ。はい、え、なんかまずすごい最初からなんですけど、はい、なんてお呼びすれば、アイポンで、ぜひぜひアイポンさん、アイポンさんですって。アイポンさんですって。よろしくお願いします。お願いします。あ、私はじゃあ そうですね。どうしよう。じゃあ私はなんかのんちゃんとかのんって呼ばれるんで、のんちゃんって呼んでもいいですか。なんでものんちゃんで全然。あ、お願いします。嬉しい。やったー。私ものんちゃんって呼んでいいですか。全然呼んでない。呼んでましたっけ。呼んでって、あれ、しさきさんってずっと言ってた気がする。そっか、よしよし、これを機に、これを機にいいですか。じゃあちょっとこれを機にのんちゃんで。じゃあくらちさんを呼んで。じゃあレオちゃんで、やったー、のんちゃん、レオちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一気に距離が縮まったな。そういうことでね、チャイムが鳴っていますけれども、いいタイミングだ。それでは本日もよろしくお願いします。 D4DJ 生放送中シャープ6スタート。はい、それでは始まりました D4DJ ファーストミックスおさらいの時間です。イエーイ、イエーイ。はい、まずはクラチさん、ネギシさん、いや嘘、まずはレオちゃん。ダメですよ。ダメだ。まずはレオちゃん、そしてアイポンさんは番組初登場ということで、お二人が担当するキャラクターについてご紹介いただきましょう。まずはレオちゃん、はい、清水エソラはどんなキャラクターなんですか。はい、エソラちゃんはですね、ピーキーピーキーの自称ラブリー担当でございまして、自称っていうのがね大事です。すごいね、エンターテイナーな子なんですけれども、まあ、ピキピキをねこう経済力的な面でも支えてる女の子でございまして、はいはい、経済的な面でも、あの1回のライブのためにライブハウス建てちゃうんです。だってそれぐらいの財力がある子でございまして、行動力すごいですよね。そうなんですよね。でもそうやってあの
あのライブハウス建てたりするのも、はい、その後の思いつきじゃなくて、うん、その後こうどうやって資産運用していこうみたいなところまでちゃんと考えている戦略家なんです。そうなんです、戦略家であり策略家である。そんなエソラちゃんがですね本当にね素晴らしいんですよ。演じててもねだから、うん、あの自分にはない発想をこのエソラちゃんから得ることができるんで、多分大体の人がないですよね、この発想。エオちゃんだけじゃなくてすごいなんか経営者っぽくないですか。なんか経営者っぽいっぽいですよね、うん、てかもう経営者だよね。確かにグルミクを、グルミクをねやっていただくと、はい、あのすごいストーリーとかね読んでいただくと分かると思うんですけれども、うんうんうん、エソラちゃんのねこう、うん、バックボーンとかがね、はい、あのピキピキのストーリー見ていただくと分かると思うので、うん、はい、ぜひぜひチェックしてください。あ、でもねこれも言っときたいんです、うん、あの、うん、1年生なんです、高校1年生なんです実は。いやいやいや嘘ですよね。こんないないね。いるのかな、ね、ハピウラちゃんとかといると、うん、ちょっとお姉さんっぽく見えたりすると思うんですけど、うん、実は同い年って、そうか、そう、なんかいつもなんかこうねあれですよね、こう大人っぽいコメントを残してるようなイメージがありますけれども、はい、それでは続いてまだアニメには登場してませんが、そうですね、はい、松山ダリアちゃんはどんなキャラクターなんですか。はい、ダリアちゃんはこちらですね、はい、あらま、布の面積が少ないですね。少ない。あの本当にストイックな女の子で、うん、すごいなんかスタイルとかも気にしてこうジムに通ってたりとか、うん、実はあのピキピキのゆかちゃんの、はいはいはい、あのお父さんが経営してるジムにダリアちゃんは通っててですね、そんな感じでストイックな女の子なんですけど、いろんなジャンルのダンスが踊れるダンサーで、しかもですねあのバーテンダーもやってたりとか、バーテンダープラスもう用心棒も務めてたりとか、すごいね。なんかもうすごい、いろいろできる、あのかなり舞踏家であの強い女の子、強めですね。ただですよ、はいはい、この強いダリアちゃん実はね、うん、お化けが苦手なんです、かわいい、ギャップ萌えってやつですね。ギャップ萌えですね、本当に。で私の推しポイントとしては、ダリアちゃんはですね、実は猫を飼ってます。猫、猫好きの、私も猫大好きなんで、猫かわいいですよね、私も好き。いやなんか、あれですね、はい、なんか強い感じと思いきや、はい、お化けが怖い用心棒。なんかこう、なんだろう、物理的にこうどうにもできない相手は苦手みたいな。なるほど。なんで確かに手がね、そっかそっか、そうなんですよ。うん、まあ、そういうギャップがあって可愛いです。可愛いですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは第5話を場面車でおさらいしていきたいと思います。はい、ではどうぞ。あ、お、なんか、うん、まほちゃんが考えちゃいますね。ねえ、なんだっけ、これどういうシーンでしたっけ。毎回いろいろ考えてるから、こういうシーン多いですよね。多い。何だったんだろうな。でもなんか5話を経てこうね、あのまほちゃんとりんくちゃんもよりなんかギュッと距離が縮まった感じがしましたよね。確かに、いやこうやってね、なんかりんくちゃんがこうまほのことをこうなんだろう、何も考えずに悩ませるのがねよくあるなって思うんですけれども、それで引っ張ってくれてるのも ね、そうそうそう、いいバランスですね、うん、そしてあ、むにちゃん出ました。むにちゃん、うさ耳をね、うさ耳が多分これ届いて、ね、つけたところとかかな、うん、なんかこう、もともと私たちでこうライブを先にやらせていただいてたりしてたじゃないですか、はい、その時にこう、ね、うさぎの耳をつけてて、うん、あ、こういうなんかもともとこういうのが好きな子なのかなって思ってたんですよ、むにちゃん、うんうんうん、なんかで他人に言われてというか、こうみんなのアドバイスでこうやって、ね、意外にね、長くけるようになったんですね。気にしながらこうやってるっていうのがすごいギャップで、そうなんですよ、うん、あのなんか、うん、あの注文してたじゃないですか、うん、沼ゾンで沼ゾン、そうだ、あれがめっちゃ良かったなっていう。あれレイの携帯っていうかレイのアカウントでなんかフュッて買っちゃってみたいなシーンがあって、勝手注文して、これ大好きなんですよ。楽しいね。もうあのレイちゃんがめっちゃ可愛くて、すごいいきなりこうゲームでテンション上がってすっごい可愛くて大好きなシーン。いい、ね、敬礼してますよ、可愛い、ね、そう、なんかね、あのムニーちゃんのことを隊長って呼んで、もう完全にね、結構のめり込むタイプの、そう、のめり込んでましたけど、悲鳴も上げてましたね、この時ね。そう
すごいテンション高まってるレイちゃんめっちゃ良かったですよ、うん、そう面白かったですよね、うん、実況ツイートも結構わーってなってますレイちゃんがテンション高いみたいな、うん、はい楽しそうなシーンですね、うん、そしてあ緊張しているこれは緊張してますねこれはついにハッピーアラウンドが4人でステージに立ったし、うん、立つ前の瞬間というか、うん、いや多分レイはすごく緊張していたんだろうなって思いますね、うん、このつけてるリボンが、うん、あのムーちゃんがそのお返しで、ね、くれたそう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 お返しでくれたリボンだったんですねなんかうん、うんいやレイはなんかそのあのいつもはこういう可愛らしいこういうでかいリボンとかもあまりつけたことがなかったみたいな、うん、そうですかね、そうそうそうでもねあのムニちゃんの後押しをもらってつけてみて自分なりにこう気に入っているという、ね、似合ってるねムニちゃんのうさ耳もねそうですけどこう一つ一つ衣装にねストーリーがあるっていうのもねエモいですよねそれがめちゃエモかったですはいそんなところでですね、はい、今夜第6話が放送されるわけなんですけれども、はい、ここで我々のぜひここに注目してほしいというシーンをイラストでご紹介したいと思いますこのコーナーはーいこのコーナーがついに来ましたはい頑張ろうイラストですけれどもはいじゃあスケッチブックがここにあるのではいちょっと用意をいやあのおゆちゃんがね、だいたい毎回こう配信に出てて、うん、すごい画伯っぷりをね、ね出しますよね、あの披露してたんですけど、今日はおゆちゃんがいないからちょっとねそれでは頑張りましょう、はい、頑張りましょ う, ましょう こちらはですね制限時間がありまして30秒とのことなのですおはい大丈夫でしょうかはい、うん、はいそれではスタートーはい過去出てるどうしようなんか焦ると書けないんだよ なんかあちょっと待って難しい絵ってね難しいですよね本当に書けないかもあいけるわいけたあ30秒ですもんね30秒結構余裕ありますよあるかもねいや6話もねいいシーンいろいろありますからどのシーンをね皆さんに伝えるかですよね、いやめっちゃ迷いましたもんいや私もねちょっとすごい迷ってはいるんですけれどもこれかな待って早い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 待って全然ダメかも待って今いいやはーいちょっと待ってちょっと待って待って大丈夫ですかじゃあ、はい、いいでしょうかはい、はいま、では一人ずつ見ていきましょう、はい、それではまず私からいきたいと思います、はいじゃーんおあでもでもでも伝わりますよ分かります伝わりますよなんかなんか登っていやどっか登ってるよねこれ登ってないですいやそう見るとあれなんですけどカロリーメイトリーの違うか違うんですねこれはまず説明して、はい、いいでしょうかはい、ね、お願いしますこれねあのでっかいテーブルなんですよダイニングテーブルキッチンにあるね、うん、そしてあのこれハピアラメンバーなんですねこのちょっとね時間が足り時間の都合上ちょっとこのボディゲンにさせていただいたんですけどもみんな同じ顔してますねニコニコにこやかにね、うん、楽しそうにこうご飯を食べるというシーンなんですけどね、うんうん、はい穏やかな大丈夫でしょうかあいや、はい、いいと思いますありましたありましたはいそれでは2人目はい、続いて私ですかね。はい、じゃあ、いきまーす。てん。おぉ。なんと物騒な。物騒。キラキラ。これはですね、はい、これは、ほら、あのシーンですよ。伝わりますあれですか、え、ムニちゃん違う、ね、あの、みんなで、ほら、あほら切ってる時。切ってるんですよ。なんでそれでさ、こう包丁だけにしいやなんかこう想像が膨らんだ方がいいかなってねほら皆さんのね、はい、こう想像力にお任せしますよっていうところでこの絵になりましたはい紙いっぱいに書いてくるからすごいですはいじゃあ続いてはアイポンさんお願いします、はい、私が一番いいと思いますこちらじゃじゃんどうぞ待ってなんか待ってくださいなんか左上になんかこれはあ時間の都合上ってあいいこれはありますでも
レイちゃん。あ、これレイちゃん。あ、でもリボン、リボン、リボン。で、まあ、チャットで、あの、まあ、手提げ袋を持って、ルンルンな、ちょっとね、あの、とあるね、歌を、歌というか、まあ、まあ、ルンルン言ってますね。ルンルンルンって言いながら、あれみたいな感じでね。初めてね、ちょっと、頑張るところがあります。で、こっちはちょっと、ごめんなさい、これ、まほちゃんなんですけど、まほちゃんが、その帰ってきたレイちゃんに対してちょっとあのまあとあることをひらめくっていうまあちょっとあの何かあるね、あるんですよ。それをえ隣のなんかなんか鉢みたいなのありますけど、これあのひらめいた時のあの勉強みたいな。面白かった。これはあの時間の都合上ですよ。素晴らしい。もうちょっとちゃんと描けますから。あのレイちゃんのあの目のサイズが違うのも好きです。好きです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今、ご紹介したシーンにぜひご注目してみてください。わかるかな。はい、以上 D4DJ ファーストミックスおさらいの時間でした。イエイ、イエイ、ありがとうございます。はい、それでは、先週放送された第5話のタイトルが、ワン&オンリーということでこんなプチ企画をお送りしたいと思います。唯一無二、私の幸せな瞬間。やー、はい、ですね、ワン&オンリーとは、翻訳すると唯一無二、はい、はい、そんなタイトルにちなみまして今から唯一無二と言えるほどの幸せな瞬間を教えていただきたいと思います。はい、いや、なんかこれはなんだ、日常生活で、あの、すごくし、あ、幸せって思った瞬間を、うんうん、ちょっと皆さんに教えていただきたいというコーナーなんですけれども、はい、どうしましょうね。まずじゃあ行きますかね。あ、レオちゃん行きます、はい、レオ行きます。はい、じゃあレオちゃんお願いします。これね、結構こう共感してくれる人多いと思います、うん、家に帰ったら、うん、洗濯物が乾いてた。あー、なるほど、わかる。それはすごい自信これあるんだけど、まあ、ただ本当に乾いてない時があるからこそ、うん、そうなんです。そうなんです。だからちゃんと乾ききってて、うん、あとはこう朝ね、家を出る前にちゃんと干してったんだなっていう、うん、もう自分偉い自分偉いっていう、偉いっていう。なるほどね。本当それのせいで出るのギリギリになるんだから、うん、分かる、分かる。乾いててくれないと。分かります。確かに。これ幸せじゃないですか。幸せですね。地味にね、地味に幸せなやつです。そうなんです。それが唯一無二っていうのが、まあ、またすごいチョイスですけど、今日は乾いてるかな、乾いてるかな。はい、あ、いや、唯一無二の瞬間難しいですよね、うん、難しい。はい、じゃあ続いて私が言いたいと思います。はい、私の唯一無二な幸せな瞬間はですね、はい、どうせ辛口って書いてあっても統合法してそんな辛くないんだろうって思った。お店で頼んだ、はい、例えば辛いカレー、うん、辛口頼みました、うん、どうせ辛くないだろう、はい、食べれるだろうって思ったやつがいざ来て、はい、どうぞいただきます、うーんっていう時です。めっちゃ辛かった時、ちゃんと辛かった、辛口って書いて辛かった時、のんちゃんはもうめちゃめちゃ辛いのが好きなんですよね。そうなんです、あの辛口が好きなんですけれども、大体、あ、でも最近は違うんですけど、日本の、まあ、そういう食品は辛口って書いてあってもそんなに辛くなくて、はいはいはい、そう、あんまり結構、まあ、ぶっちゃけ舐めてて、いや辛いですよ、いや、そう、辛い、辛い、めちゃめちゃ辛い。え、お二人はそういうのは得意じゃないんですか。あ、そんな、あの、嫌いじゃないですけど、うんうん、得意ではないっていう感じかな。だって、いや、なんか何辛とか選べるじゃないですか。いや、全然2辛とかでもめっちゃ辛いです。辛いなって思いますよね。そういう時マックスで頼むんですよ。まあ、割とマックスにしがちですけれども、まあ、後悔したこともあるので。あるんだ。それはちょっと安心した。そう、でもね、大体がね、そんなでもないなって思ってるんですけど、私はそうですね、激辛を味わった時がすごく唯一無二で幸せです。ビブラの皆さん、いい辛いお店を教えてあげてください。そう、教えてください。じゃんじゃん待ってるんで、お願いします。はい、そして、じゃあ私ですね。私はもうあれですよね、おグルミックで、うん、難易度14以上をフルコンできた時です。それはそう、それはそう、もうそれはとてもそう。いや、もう最近ず
ずっとねフルコンできなかったマーメイドのあのブンブンシェイクが重要なんですけど、あれもやっとフルコンできて、すごい結構家であの、うん、人には聞かせられないこう声を結構発しながらやってるんで、もうできた瞬間本当に嬉しいんですよ。ちなみにどんな声なんですか？いやちょっとそれはあダメなの、放送禁止な、あの生放送ではちょっと、はい、あもう厳しいやつですね。はい、それはね厳しいやつですね。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、面白かったです。はい、以上唯一無二私の幸せな時間でした。イエーイ。はい、続いてはこちら。グルミクをディグロー。はい、はい、はい、現在交渉現在好評リリース中のグルミクを我々がディグっていきたいと思います。はい、はい、今回もお題があるそうです。うん、それはこちらです。どん、根岸先生の手元動画を学ぼうです。いや、なんかさっきもね、いや言ってたじゃないですか、唯一無二なね。そうですね、グルミクはずっとやってるんで、いや本当にいつも動画とかねアップされたりするじゃないですか。いやもう天才すごくないですか？うん、すごすぎてもう思わずコメントしちゃいましたもん。レイちゃん、レイちゃん、金曜日ツイートでコメントしてくれて、あれめっちゃ嬉しかったです。もう自己満の世界なんで、その褒めてもらえるとやっぱすごい、なんかやりたくなっちゃいますね、動画。いやすごい、もっともっと見たいですよね。うん、教えてほしいですから。ですから、ですから先生頑張ります。お願いします。はい、ツイッターでは根岸さんはぐるぐる DJ ターンエキスパート、エキスパートモードフルコンの手元動画をアップされてましたけど、ね。うん、そうなんですよ。これはぜひ見てほしいです。結構スクラッチが難しい時なので、うん、これを参考にしていただけたらなと思います。はい、それでは、我々がリクエストする楽曲でプレイしてもらおうと思います。はい、そして今回、その手元の動画を見ながら我々は学んでいきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、それじゃあ、はい、そうですね、どうしよう、じゃあリクエストをさせていただいても、じゃあリクエストしてください。大丈夫ですかね。では、そうですね、じゃあハッピーアラウンドでも大丈夫ですか？もちろん、もちろんです。なんでも大丈夫ですよ。あ、やった。じゃあハッピーアラウンドの、コズミックコースターで。おー、お願い、いいですね。やったー。はい、はい、じゃあこちらですね。お願いします。はい、はい、ちょっと緊張しますが頑張ります。頑張る。はい、じゃあ行きますね。はい、スタート。じゃあ始めますか。いやいいですね。うん、コズミックコースターね、いい曲ですよね。ね、そう、私この曲すごく好きで、うんうん、ちょっとアイコンさんのエキスパートをねぜひ見てみたいと思ったんですけど、アイコンさんがやってると簡単そうに見えるんですよ。あ、不思議なことに。すぎてね。え、でもこれめちゃむずいじゃないですか。むずいですね。いや、すごいんですけどね、これ。うん、でも全然できるような気がしてきたんだな。大丈夫ですよ。いやー、難しい。なんか前になんかのアンケートで誰と共演してみたいですかみたいな、うん、D4DJ キャストと誰と何をしたいですかみたいなのを聞かれたことがあって、それ回答でネギちゃんとプレイがしたいって書いたんで、すごい。やっぱその頃からずっとプレイ動画とかアップされててすごい上手いっていうのは知っていたので、教わりたいっていうのを実はその時に答えていて、こういう形で叶うとはすごい嬉しいですけれども、真ん中に注目。すごいですね、やっぱり。あ、もう手汗がやばいです。仲がいい感じが出てる曲だなと思って。いやめっちゃいいです。この曲はなんか
ライブとかの、うん、こう終盤で聴いたらなんかちょっと涙が出そうな、ね、もう曲、はい、終わりました。すみません、ちょっともう悔しいんですよ。いやいやいや、喋りながらやってたけど、いや、ごめんなさい、フルコンできなかったです。もう、もう手汗がやばくてちょっと恥ずかしいです。すみません。あ、はい、それではですね、はい、もう一曲できそうだということで、やったー、レオちゃん、そうか、リクエストしたいです。お願いします。ぜひ。何ですか？For you をお願いしたいです。ありがとうございます。ちょっとシングルもね、リリースされたんで、12月2日に、ね、発売になりました。はい、ありがとうございます。 For you はどうですか？いや、一応もちろん、あの、自分ではフルコンはしてるんですけど、なかなか複雑な、マネード結構なんか複雑なのが多い。わ、ね、かります。すごい複雑ですけども、はい、あ、すごいティッシュ用意してくれた。お手でよ、お手でよ。すいません、ありがとうございます。拭いてる手をこんな手で、こんな間近で見ることもないんですね。拭いたので頑張ります。すごい、レア、お願いします。あと深呼吸、うん、もう最初からだってむずいもん。めちゃむずくないですか？むずいもん。もうパニックだよ。めっちゃむずい。このなんかリズムがちょっと高かった。やばくないですか？もう難しい。どうにならないの？うわぁ、めっちゃむずい。すごいな、完璧。うわぁ、すごい。やばい、やばい、すごい。お見事、お見事。すごい。いや、でもこの曲はすごい。なんか、かっこいいし、大人っぽいし、セクシーですよね。マーメイドさんだからこそ歌える曲って感じですよね。やばい。うわぁ、こっちが早くしまって。本当に。すごい。うぅ。今のところとかセリフが入ってるところに、セリフだったり、ね、真ん中のこうずらすスライダーの、ね、そうそう、あれが私いつも間違えるんですよ。わかる。いつ動かさないと分からなくなっちゃう。でもね、あれをやり忘れて。これ、アイコンさん、うん、自分のね、スマホじゃないわけですから、他人だって違う人の中でやってるんですよ。慣れてない環境でやってるのに、こんだけ上手いんですよ。なんでかね、あるのに。すごすぎる。ありがとう。素晴らしい。安心しました。ちょっとちゃんとできて、フルコンが。ありがとうございます。待って、やっぱ、神だ。なんかすごい、いろいろ、なんか褒めてくださって、やった甲斐があります。どうですかね、なんか参考になりましたか？めっちゃもうなりましたよ。え、なんかさ、なんかそう、すごいコツとか聞きたいんですけど。はい、なんか、結構さっき今、スライダーノーツの話とか出たじゃないですか。なんかこう、結構難しい曲だと、端から端に行ったりとかあって、その、多分入れ替えるタイミングとかが、結構ポイントになってくるんですよね。だからそこはどうしてもこう何回かやって、うん、あ、このタイミングなら指離しても大丈夫っていうのとか、うん、あと結構離せるときは早めにこうパッて離した方が他のノーツをタップしやすくなるんで、割と動かしたらすぐ離すみたいな癖をつけたりすると、まあ曲によってはいいかもしれない。なるほど、すごい、はい、ありがとうございます。はい、皆さん学べましたでしょうか、うん、アプリゲーム D4DJ グルービーミックスは絶賛配信中ですので、はい、まだダウンロードされていない方はぜひチェックしてください。はい、以上、グルミクオーディグローでした。
D4DJ インフォメーション、イエーイ。はい、ここからは D4DJ プロジェクトに関するお知らせをお伝えしていきたいと思います。今日は新情報ばかりです。それでは早速参りましょう。はい、はい、まずはですねマーメイドからお知らせです。こちら12月2日に私たちマーメイドから写真集とカレンダーが発売されました。すごい。各商品にはステージ衣装や貴重な水着姿など盛りだくさんの内容となっております。また今回の写真集とカレンダーのために書き下ろした各キャラクターイラストもございます、うん、なんとですね写真集はアニメート様とゲーマーズ様でお買い上げいただくとそれぞれもらえるポストカードが違ってますのでご確認の上ご購入ください。はい、こちらですね現物は、はい、あ、こちら、あ、こちら写真集になってて裏はキャラの猫のイラストがあるんですけど、分厚い、まあ、ちょっとまあなんかこういう感じ、ちょっと、ね、ちょっと我々にもちょっとちょっとこんな感じで、はい、いろんな、なんか水着だけでもいいですね、いろんな衣装が、はい、あ、ちょっとめっちゃ可愛い、そうですね、あ、やばいですね、今続きはちょっと見ていただいて、まあ、カレンダーもこんな感じになっておりますので、はい、1年間ね、うん、マーメイドとぜひ一緒に過ごしてください。いいですね、はい、気になった方はぜひねチェックしてみてください、お願いします。はい、続きましてただいまカプセルトイが好評発売中です。1回300円で全24種での展開です、うん、レコード風のデザインで D4DJ にぴったりなラバーストラップです。ぜひ見かけたら回してみてくださいね。かわいい。はい、続いてハッピーアレチケット情報です。12月13日日曜日に開催予定のハッピーアラウンドファーストライブみんなにハッピーアレですが、明日12月5日土曜日10時からチケットの一般発売がスタートします。はい、15時半開演の追加公演、うん、19時開演の振り替え公演ともに先着順で販売します、うん、チケットはなくなり次第終了ですのでご注意ください。詳しい申し込み方法などはホームページをチェックしてください。一緒にハッピーな時間を過ごしましょう、はい、続いてみんなにハッピーアレの新商品情報です。こちら、おー、はーい、ねえ、いやー、かわいい、かわいい、かわいい、缶バッジも出てますけど、いいですね、かわいいダンディ缶バッジっていうのがあるんですね。はい、こちらはですね今回実物もあるので一つずつ紹介していきます。はい、はい、まず最初は D4DJ グルービーミックススクエアスタンディ缶バッジです。はい、こちらです。じゃーん、ちゃんとあの後ろにねあの、はい、つけれる部分も、うんうん、そうなんです、こうやってね立ててもいいしつけてもいいし、そうなんですよ、缶バッジとしても使えるしけども、うん、こうやってねじゃーん、立てても使えるのでお家にも飾れますね。はい、かわいいです。いいですね。そしてお次は D4DJ グルービーミックスミニアクリルスタンドです、うん、ミニキャラがついにアクリルスタンドにゲーム内のフロアも再現できちゃうということで、うん、それがねこちらですね、よいしょ、おー、でれん、かわいいですよ。台座がねこうやってちょっとディスクの形になっていてですね、こちらもかわいいですよ。ぜひぜひ集めてください。じゃあお次はですねみんなにハッピアレ T シャツです。じゃじゃーん、 T シャツ、はい、L サイズと XL サイズがあります、うんうん、こちらはですね L サイズになっております、うんうん、結構ね大きめなんで、いいですね、なんで L サイズだけど、うん、オーバーサイズね着てる女子とかも可愛いですしね、うんうん、普段使いもねしやすそうな色合いになってますね、うん、可愛いですね、はい、皆さんぜひ着てみてください。はい、こちらのグッズはライブ当日の物販ほか、ブシロード EC ショップにて通販が決定しました。やー、はい、通販開始は12月11日13時からを予定しています。ぜひグッズもゲットしてください。詳細は D4DJ 公式サイトをチェックしてください。はい、はい、続いて新情報です。2021年1月6日水曜日発売のピーキーピーキーファーストシングル最頂点ピーキーピーキーですが、本日ジャケット画像を初解禁しちゃいます。こちら、きたー、かっこいい、すごい、や
ょっとネオンな感じになっていまして、めっちゃ可愛い。みんなねキャラクターの名前がねそれぞれ入ってるんですよ。入り方めっちゃかっこいい。かっこいい。みっしりしててなんかすごい素敵ですね。素晴らしい。さらにですね、特典についての追加情報を初解禁しちゃいます。こちら。お。早期予約特典は特製 A3 クリアポスターとなります。ジャケットイラストを使用した素敵な仕上がりになっていますよ。そして他のシングルと同じように初回生産分にはグルミクの特典 CR コードとリバース 4U L4DJ PR カードが封入されています。この後ツイッターにてリバースカードと視聴動画が公開されるということなので、ぜひぜひチェックしてくださいね。はい、続いてもなんと本日初解禁の情報になっております。2021年1月20日発売の D4DJ ブルービーミックスカバートラックスボリューム1ですが、うん、こちらのジャケットが実装を初解禁しちゃいます。こちらわー、あらすごいかわいい。みんながいる。全員だね。全員いますね。なんかこう背景の色というか違うんですね。本当だ。素敵ですね。はい、こちらなんですが、初回生産分限定封入特典にはですね、D4DJ グルービーミックスディスクスキンシリアルコード、そして、D4DJ グルービーミックスアイテムシリアルコード、こちら音の真珠5個が入ります、うん、はい。そしてこちらなんですが、うん、あの本タイトル封入のシリアルコードなんですが、こちらは1アカウントにつき1度のみ使用可能となっております。なので異なるシリアルを複数入力することはできませんので、皆さんご注意ください。はい、いや嬉しいですよ。音の真珠はカバートラックス、はい、いいですね。ぜひあの6ユニットのカバーがなんとね全12曲収録された豪華な1枚となっておりますので、はい、ぜひゲットしてください。お願いします。続いてブシロードメディアからのお知らせです。月刊ブシロード1月号が12月8日に発売。全6ユニットの日常を4コマ漫画でお届けする D4DJ 4コマミックスや、ハッピーアラウンドの結成秘話と成長を描いたコミカライズ D4DJ The Story of Happy Around が大好評連載中でございます。さらに倉崎もろこ先生のイラストを使用したリバース 4U の PR カードが付録でついてきますよ。ブシロード EC ショップやゲーマーズアニメートなどでぜひゲットしてくださいね。そしてそしてなんと、はい、なんとです、はいはい、グルミクが Google プレイベストオブ2029と&カジュアル部門を受賞いたしました。やったー、これすごい。いやすごい、数あるねあのアプリ動画の中からです選ばれました、はい、ありがとうございます。それを記念しまして、 D4DJ グッズが抽選で当たるキャンペーンを今から、YouTube と Twitter で実施いたしますよ。参加条件は YouTube D4DJ チャンネルのチャンネル登録と D4DJ 公式 Twitter で本キャンペーンの対象ツイートが出るので、それをリツイートしてください。はい、こちらね簡単にご参加いただけますので、一緒にね今からやってみましょう。やってみましょう。まず YouTube の D4DJ チャンネルに登録しましょう。お手元のスマホで今見てくださっている生放送のタイトルの下のところにチャンネル登録ボタンがあるのが分かりますかね。ありますかね。はいはい、そちらをポチッと押していただければチャンネル登録完了となります。ちょっと甘噛みしちゃったね。チャンネル登録完了でございます。続いてリツイートですが、アットマーク D4DJ アンダーバー GM をフォローしていただき、投稿されているキャンペーンツイートをリツイートしてくださいませ。はい、そしてですねこれで応募完了でございます。はい、ありがとうございます。皆さんぜひ参加してください。はい、そしてですね次回12月11日の21時30分からの D4DJ 生放送、シャ D4DJ 生放送中シャープ7の出演者は西尾優香さん、鏡かりんさん、三村遥さん、そして私、千田ひかのです。お楽しみに。はい、ハピアラが集合しますので、すごい、はい、皆さんぜひ見てください。最後に放送情報です。
はい、東京 MX BS 日テレにて毎週金曜日23時から放送予定です。さらに全国30局以上で放送予定です。おー、すごいですね。ありがたい。ここからでも見れるので、うん、はい、皆さんぜひ見てください。お願いします。はい、そしてストリーミングはご覧のコンテンツで配信中です。はい、はい、お知らせは以上です。詳細は D4DJ の公式サイトや公式ツイッターをチェックしてください。以上 D4DJ インフォメーションでした。こんなに早く あっという間になってしまったんですけれども、チャイムが下校の時間ですね。はい、下校の時間です。はい、ということでそろそろ終了のお時間です。はい、では最後にお一人ずつレギュラーの皆さんにメッセージをお願いします。それではアイポンさんからお願いします。はい、皆さん本日は、ね、見てくれてありがとうございます。たくさんツイートもありがとうございます。この後もね DJ タイムとかアニメ放送も盛りだくさんなので最後まで楽しんでください。ありがとうございました。はい、そしてよちゃんお願いします。はい、本日は皆さんありがとうございました。この後もね、そう、アイポンさんとね、はい、同じことになっちゃうけどねD4DJ タイム、そしてね、アニメの放送もあるよ。そしてね、ゲームもね、みんなで盛り上げていこう。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。キカノンです。はい、今日はね、この3人で初のメンバーで、いや、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったですいや、お二人のことも知れてすごく楽しかったです、うん、はい、これからもですね D4DJ を皆さんにより一層楽しんでいただければと思いますので応援よろしくお願いします。はい、本日はご視聴ありがとうございました。はい、はい、レギュラーの皆さん、テレビアニメ D4DJ ファーストミックスの前に22時15分から配信のハピアラの相本リンクちゃんによる DJ タイムをお楽しみください。はい、その後23時から D4DJ ファーストミックスの第6話が、はい、地上波で始まります。はい、両番組ともチェックしてください。それではレギュラーの皆さん、せーの、バイバーイ。